大阪芸大テレビ音楽祭。大阪芸術大学グループはピアノ、声楽、オーケストラからポピュラー音楽に至るまで、さまざまな音楽ジャンルを学ぶことができる環境が整えられています。プロと同じ環境下で練習の成果を発揮することを重視する大阪芸大では、学生たちが名だたるステージに立てる機会を数多く用意。実践を通じて演奏家としての腕を磨いています。今回の放送では、そんな大阪芸術大学グループの年間公演の中から、よりすぐりのステージ映像を紹介。大阪芸大テレビ音楽祭と題して、感動のステージをお届けします。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。大阪芸大テレビ音楽祭、はじめは大阪芸術大学ドリームウインドオーケストラ2024から全日本吹奏楽コンクールの課題曲メルヘンをお送りします。関西を中心に活躍するプロの演奏家たちが楽団や団体の枠を超えて集結した大阪芸術大学ドリームウインドオーケストラ。今回お届けする楽曲メルヘンは、演奏学科客員教授の酒井至先生が作曲。演奏会でも酒井先生が指揮を務めました。一夜限りの夢の吹奏楽団の響きをお楽しみください。
続いてはポピュラー音楽コース卒業演奏会2024から羽田詞春さんのステージをお送りします。演奏する曲は羽田さんのオリジナル曲 dystopia。 4年間の大学生活で学んだプログレッシブロックの集大成を披露しました。
大阪芸大テレビ音楽祭、皆さんいかがでしたか？今後もこの番組では大阪芸術大学から発信する音楽をどんどんお届けしていきますので、お楽しみに。それではまたお会いしましょう。さようなら。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。